元従業員さんがいた社長やってたってことですか。うん、多い時100人くらいおって。100人お疲れーす。見てますか皆さん。ちょっとね、あの高架下ね、よくあの高速道路とかの下にね、あのよく住まわれてる方がいるんですよ。俗に言うホームレスさん。突撃インタビュー今から行ってきたいと思ってまーす。インタビューしたいと思いまーす。で、作戦は一応今考えた。まあ、ただじゃあね、撮影させてくれないと思うんで、お酒飲んじゃうと思って、お酒はもう買ってきましょうよ。あそこでコンビニでお酒買ってって、で、そこで失敗談とか成功談とか、あの偏見とかなっちゃいかねないですけど、ただ僕単純に知りたい。そんな暗い顔しんといて。みんな友達だから。もう会ってもうすぐ友達になる自信ある。俺コミュ力はね、ちょっと高いから、軽いからね、俺、基本的に。で、僕のね、友達の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 友達があの人の可能性もあるじゃん。失礼だったらカメラ撮影はやめようよ。その辺はね、交渉してね、ちゃんと。僕がホームレスさんだったら全然いいよ。なおさらお酒持ってきてくれたら全然いいよ。何でも喋っちゃうよ。とか言って。俺何でも喋っちゃう。みたいな。口座番号教えちゃう。みたいな感じになっちゃうと思うんだわ。それじゃあ、行ってみよう。突撃しまーす。インタビューしまーす。一応財布とかだけ置いておこうか。話してくるわ。一応許可もらいました。ただ場所特定されちゃったらまずいんで、下移しておきます。すごい、いいですか。撮影許可おりましたんで、ちょっとね、いろんな話聞いていきたいと思います。その前にね、お酒これどうぞ。ありがとう。朝日僕ノンアルで行きます。お父さん仕事前何されてたんですか。建築。普通に自営でやってたんですか。そう、自営でやったよ。結構儲かってたんですか。昔はな。昔は、うん、まあいろいろあったからね。インタビューしたいと思います。まあいろいろあったからね。そのなんかいろいろあった話よかったら聞きたいですね。何があったんですか。いや、結局仕事がなくなったり、はい、うん、人間関係だったり、はい、うん、でその仕事がなくなって、もう収入がなくなって、もうこっちで自分で住んで。いや、仕事一人でする分にはいいやけど、はい、人に使われたことないもんね、今まで。あ、そうなんですか。もともと従業員さんがいた社長やってたってことですか。うん、多い時100人くらいおったよ。100人。多い時はな。はあ、大手の、もう本当に中小企業でもすごい大きい会社の社長さん、うん、ですよね。いろいろやってる人、水商売もしとったからな。あ、そうなんですか。それこそ錦とかでお店出されたり、うん、名古屋出してない。名古屋は南区で2軒ぐらい出したけど、はい、昔の話や。すごっ。僕めちゃくちゃすごい人の話ですと思ったら、大阪と金沢と、はい、多かったね、一番大阪でも、うん、金沢、石川県ですよね、うん、だけど人間抱えると、はい、今度は仕事なくても食わせない感じや。そうですね、うん、あ、結局それで食わせとったら、うん、どんどんお金使ってっていうのは。そうだよ、多けりゃ、はい、奥まで行っちゃうよ。お父さん奥まで行ったんですか。仕事がな、奥越したよ。どれぐらい行ったんですか。どうだろう、4億ぐらいまで行ったよ。すごっ。1ヶ月な。4億。4億ってもう売り上げだぜ。はい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 、うん、物盗まれたりするんですか。その俺なんかしょっちゅうだよ。レンジとかあるんですけど、ここに、はい、何ガスコンロあるじゃん、はい、そのガスを持ってったりな。あ、やっぱ必需品ですもんね。ほんでここら辺に俺昔は結構ゴロゴロ置いとったから、貴金属で安いもんだけど、はいはい、ええもんはしまっちゃうもんで、はい、置いたらそれゲームされるんですか。うん、で貴金属はその置いといたらなくなっちゃう、うん、だから、ね、一瞬ですか。だから帰ってきたらあらへんって。そんなもんや、朝気がついたらあらへん、はい、うん、なんかおかしいなと思ったら、はい、見りゃ全部なくなってるとか、ね、ここら辺引き出しとか全部開けて見て、はい、うん、ちなみに収入は月どれぐらいになるんですか。もう今は少ない。今は、今でどれぐらいですか。4、5万やな。4、5万。多いと10万ぐらいいきます。10万超しとった。へえ。じゃあまだ年間すら他のもんもあるもんで、はい、まああれだな、それ以上になるけど、はい、
ただ毎日缶だけ売っとったらそんなもんやん、4、5万、うん、ほんと毎日30日30日はいかん、カルドモタンから今年だから、はい、だから取れる日、はい、行って、要するに別のもん、はい、まあ、出る日もあるもんで、はい、あのフライパンとか、はい、それはそれで行って、だからまともに働くって言ったら週5日やな。ああそうですか、うん、それで働くから自転車こいとるからでも大変じゃないですか、うん、結構荷物もね、重たいですもんね、うん、それを金属の解体かなんかに持ってくんですか。あの買いに来てくる、ここまで来てくるもん貯めるけどな。あ、そうなんですか。 3トンから5トンぐらい貯めると、はい、トラックでここまで来てくれるもんで、あ、もうそういう風に繋がりができてるんですか。うん、それ測って売るよ。ちなみにこう電気とかどうするんですか。電気モーターかけるある。あ、その発電機を。発電機ある。あ、発電機買ったからな、はい、景気良かったから、はい、14万ぐらいしたけど、発電機買って、うん、だけどガソリンも高いもんで、めったに高いへん。そうですね、で夜出てくもんで炊くことないね、あんまり。そうですよね。なんでまあ正月なんか、みんな暮れなんかやってさ、はい、紅白歌合戦とかボクシング見るぐらいで、はい、あ、テレビももう入るんですか。入る、テレビもあるし。すごい、見たいな、なんか。わ、すごい。もう普通に居住スペースになってる。俺いつも言うけど、はい、死ねんからこういう生活しとるんだよって、うん、俺死ねりゃすぐ死ぬよって。死にたいと思ったことは何度もありますか。いや今はない。一回はもう睡眠薬飲んでさ、はい、酒飲んで睡眠薬飲んで3日意識不明で、はい、で3日ポコッと目開いちゃって、はい、まだ生きてるわ、生かされてるみたいな、うん、生きとっても知らないじゃん、何のために生きとんの。だから今若かったらさ、漏れ字返し聞くじゃん、はい、商売して今でもそうだよ、はい、パッと言うて漏れ返し聞くなら自分でしたいよ、はい、だけど今やったって無理や。無理ですかね。無理だよ。それは単純なことはできるか知らんけど、はい、な商売して多くしようのは絶対無理だし、はい、な猫でも飼う時そうや、こいつ20年生きる、はいはい、な、はい、俺がもう70、20年生きると今度は90まで生きないから、はい、な、はい、死んだとどないするかとなるわけよ、はい、うん、まあ、これはもういわくつきで3年目に連れてかれたから、はい、どうしようもないけど、はい、まあ、最近立ち直ってまあいいように考えとるけど、いいやつが連れてくれて、うん、な、俺が例えば75まで生きたってあと5年じゃ ん、 うん、猫は15年ぐらい生きるから、あと10年間はほかられるか、うん、どうなっちゃうか分かんないですね、殺されるか、うん、こんなもんで、うん、よく考えとるけど、うん、やっぱ黙って連れてくるんやからいいことないなと思ってるけどね、うん、病気になる確率も高いじゃないですか、うん、亡くなる方とかも多いんですか。いや、あんまりこうやって生きたら亡くなる人少ないよ、ただ自殺が多いだけや。ここでも2人自殺しとるし。え、どんな状況だったんですか。要するに自殺で首吊ったやつもおるし、はい、便所の中で死んだやつもおれば。え、見たんですか、お父さん。見たよ。え、首吊ったのはあの向こうのゲートボールのところのフェンスで首吊っとったし、はい、朝ですか。朝一、ね、人はここに自転車置いて、はい、1週間ぐらい置っとったんやな、はい、でこいつ何して食っとるのかなと思っとったんや、はい、で突然おらなくなって2日目やったかな、はいはい、ちょうどあそこ便所行った時に女便所で、はい、ラジオだけなっておるわけ、はい、多分ひょっとしてあのじじ違うかなと、はい、ほんで役所に連絡して、はい、であの何掃除する人間に見てもらったら、はい、中で死んどったって。いえ、大体自殺が多いんですか、うん、でここにおるってのは人、もう一人は栄養失調。栄養失調で、うん、栄養失調が多いんだよ、ほとんど栄養失調なんだよ、ただ腹は空腹しとるかせんだけの話で、はい、俺はなんだかんだ言ってもな、はい、まあ、酒もタバコがもうメインやけど、うん、やっぱりその動けなくなっちゃってなくなってっちゃうんですか。そういうことや。え、じゃあもう見ててあの人も亡くなりそうだなっていうのはおじさんわかるんですか。わかる、なるほど。お父さんじゃあ今幸せですか。幸せあるわけがないじゃん。帰ってきました。いや、すごかったね。建設会社の社長さんだったんですよ。まあ僕らでも
関連してたじゃないですか、言ったら従業員100人使ってて借金はしたくないからこういう道選んでったって話とか、もう一番ねショックってか衝撃受けたのが、軽率に幸せですかって聞いちゃったんだけど、ちょっと多分ねムッとしたと思う、あの人も。でも何、あの人幸せって聞かれた瞬間にもうすぐね、そんなわけないだろうって。お父さんじゃあ今幸せっすか。幸せあるわけがないじゃん。で周りでもあの自殺してる人とかいて、めちゃくちゃ僕浅はかですけど本当に考えたね。僕最初あのヘラヘラ言っちゃったんですけど、内心でやっぱちょっと怖かった。撮影交渉最初入ってた時も本当に嫌がってたんで、事情話してちょっとまあ話インタビューさせてもらえたらいいなと思ってちょっとお願いしたら、まあ心よくねあの人受け入れてくれて、本当にね僕らが知らん裏事情とか本当にいろいろ語ってもらってね嬉しかったね。なかなかやってさ心開いてくれる人いないじゃん。でもやっぱり人類みんな友達だったね。本当面と向かって話したらちゃんとなんか腹割って話してくれてさ、すごいいい経験になりました。こういう話ってなかなか聞けないと思うんで、まあ今建設のねチャンネルですけど、あの塗り替え道場っていうペンキ屋のチャンネルですけど、リアルなところとか見たいと思うんでね、僕はそういうのみんなが見れないところをね、あの経費で僕ら動いてますんで、ぜひねあのチャンネル登録といいねね、マジでお願いします。はい、じゃあまた見てね、また見てね。